者の皆さん、こんにちは。目指せアリ博士チャンネルです。今日も元気にアリの観察をしていきたいと思います。このチャンネルではアリの飼育や観察に役立つ情報やアリの魅力を配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。今日のお題はタイミング重要、飼育下のルリアリに鰹節を与えた結果という動画です。映像は全部で4場面を用意していますので、よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。今日の動画の主役はルリアリです。ルリアリは枯れ枝の中に生息するアリで、飼育されている方はあまり多くない種類なのですが、とても可愛らしいアリです。今日はそんなルリアリが飼育下で鰹節を食べるのか検証していきたいと思います。餌場に鰹節をまいてみましたが、やはりすぐには食いつかないようです。過去にもルリアリに鰹節を与えたことはあるのですが、野外のルリアリは食べてくれたのですが、飼育下のルリアリは食べてくれませんでした。果たして飼育下のルリアリは鰹節を食べないのでしょうか。食いつきました。飼育下でもルリアリは鰹節を食べるようです。過去に飼育下のルリアリが鰹節を食べなかった時は、枝ポキ採取をしてから時間が経っておらず、また春先で気温が低かったためと考えられます。今は気温も上がり、ルリアリたちも巣に馴染み、また肉餌を必要とする幼虫もたくさんいるので、鰹節を食べた可能性があります。巣の入り口で鰹節が詰まっていますね。ルリアリは空気の流れに敏感なアリで、アリ一匹だけが通れる隙間を残し、入り口をこのように細かい木くずなどで塞ぐ習性があるのですが、よくこの塞いだ入り口が肉餌の運搬の障壁になるのを見ます。このようなところも、とても可愛らしく、ルリアリ飼育の魅力的なところになると思います。巣の中の様子です。巣は木片を埋め込んだ石膏巣で、下垂をしていません。もともと野生でルリアリが住んでいた枝も一緒に入れています。もともと住んでいた枝の右端に餌場から持ち込んだ鰹節が見えますね。鰹節は幼虫の貴重なタンパク源になっていきます。今回の動画、いかがだったでしょうか。ルリアリは飼育下でも鰹節を食べます。ただし、タイミングが重要で、幼虫などがたくさんいて、タンパク質の要求が高い時に食べるのだと思われます。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をお願いします。